サマソニー大阪2024ナンバーアンダーライン愛伝説のステージ。圧巻のパフォーマンスに酔いしれる。観客総立ちの熱狂。ナンバーアンダーライン愛、太陽の塔をバックに熱唱。圧巻のパフォーマンスが蘇る。サマーソニック大阪、それは音楽ファンにとっての聖地であり、音楽フェスの醍醐味を存分に味わえる場所だ。今年も、数多くのアーティストが集まり、 観客たちはそのパフォーマンスに心を奪われた。熱さをものともせず、サマソニーに集まったファンたちは、音楽の力に引き寄せられ、一体感を感じながらフェスを楽しんだ。その中でも、特に注目を集めたのが、ナンバーアンダーラインアイのステージだ。彼らのパフォーマンスは、ただの音楽を超えて、一種の体験へと昇華していた。ステージに立つ彼らの姿を見ていると、 そのカリスマ性やエネルギーが観客に直接伝わり、会場全体が一つになっているのを感じた。特に、人君の動きには目を見張るものがあった。彼の歌声やダンス、MC の軽妙さは、まさにフェス向きであり、観客たちを引き込んで話さなかった。彼らのパフォーマンスは、音楽フェスの枠を超え、まるで自分たちがその物語の中にいるかのような感覚を与えてくれる。観客たちもまた、 その瞬間を共に過ごし、彼らと一体となることができたのだ。暑さ対策をしっかりしていたおかげで、今年のフェスは思いのほか快適に過ごせたが、それでも大阪の夏の暑さは尋常ではなかった。しかし、その暑ささえも彼らの熱いパフォーマンスの前ではかすんで見えるほどだった。会場の熱気と彼らのエネルギーが相まって、観客たちはまさにぶちかましていた。プチョヘンザーの瞬間、 観客全員が一体となり、まさにフェスの醍醐味を味わったのだ。翔くん、岸くん、神くん、3人のパフォーマンスは、その一瞬一瞬が輝いており、その記憶は一生の宝物となるだろう。彼らの音楽と共に過ごす時間は、まさに至福のひとときであり、その余韻はフェスが終わった後も続いている。サマーソニック大阪に初めて参加した人もいれば、毎年のように訪れる常連もいる。 それぞれの人にとって、フェスは特別な体験であり、その思い出は一生消えることがないだろう。遠方から駆けつけた人もいれば、大阪在住のファンもいた。それぞれが自分なりの楽しみ方でフェスを満喫し、その体験を SNS で共有している。特に印象的だったのは、遠くから来たファンが、フェスのために前日に大阪に到着し、夜の下見をしていたというエピソードだ。彼らの熱意は凄まじく、 そのの情熱がフェス全体を盛り上げているのだサマソニー大阪の舞台には数々のアーティストが登場しそのパフォーマンスで観客を魅了したその中でもナンバーアンダーライン愛のステージはひと際輝いていた彼らのパフォーマンスはまさにフェスの醍醐味を凝縮したものだった特に翔くんが太陽の塔を初めて見た時の反応が印象的だったステージからの距離で見るその姿は巨大であり 彼もまたその圧倒的な存在感に驚いたようだった。その瞬間、観客たちも彼と同じ驚きと感動を共有し、一体感を感じたのだ。フェスの終わりが近づくにつれ、観客たちはその余韻に浸りながら、次の機会を待ち望んでいる。翔くん、岸くん、神くん、三人のパフォーマンスをもう一度見たいと願うファンも多く、その熱意は次のフェスへとつながっていくだろう。サマソニー大阪は、 単なる音楽フェスではなく、観客たちにとって特別な体験であり、その思いでは一生消えることがないだろう。この夏、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは、多くの人々にとって特別なものとなった。フェスの熱気と彼らの音楽が一体となり、その瞬間を共有することができた観客たちは、まさにその場にいたことを誇りに思っている。そして、その思い出を胸に、 また来年もこの場所に戻ってくることを楽しみにしているのだ。サマソニー大阪は、音楽フェスの中でも特別な存在であり、その魅力は年々増していくだろう。今年のサマソニー大阪も、多くの人々にとって忘れられない体験となった。ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは、その中心にあり、観客たちは彼らの音楽と共に過ごすひとときを楽しんだ。その思い出は一生の宝物となり、 来年のフェスに向けての期待がますます高まっている。サマソニー大阪は、音楽ファンにとっての聖地であり、その魅力はこれからも続いていくだろう。今回のフェスでは、さまざまな瞬間が心に刻まれた。例えば、サマソニー大阪に参加したあるファンが、フェスの熱気と興奮の中で見つけた友情の瞬間。それは、同じ音楽を愛する者同士が偶然出会い、共に盛り上がり、 一緒にそのの瞬間を共有するというものだったこのような体験はフェスならではのものであり、音楽の力が人々を結びつける瞬間を象徴している。サマソニー大阪では、音楽だけでなく、その場にいるすべての人々が一体となってフェスを楽しむことができる。このフェスでは、観客たちが自らの熱意を持って参加し、その熱意がフェス全体を盛り上げるのだ。特に、ンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは、 その熱意をさらに高めるものであり、観客たちは彼らの音楽に引き込まれ、一体感を感じながら楽しんだ。翔くん、岸くん、神くん、3人のパフォーマンスは、その一瞬一瞬が輝いており、その記憶は一生の宝物となるだろう。彼らの音楽と共に過ごす時間は、まさに至福のひとときであり、その余韻はフェスが終わった後も続いている。サマソに大阪に初めて参加した人もいれば、 毎年のように訪れるる常連もいるそれぞれの人にとって、フェスは特別な体験であり、その思い出は一生消えることがないだろう。遠方から駆けつけた人もいれば、大阪在住のファンもいた。それぞれが自分なりの楽しみ方でフェスを満喫し、その体験を SNS で共有している。特に印象的だったのは、遠くから来たファンが、フェスのために前日に大阪に到着し、 夜の下見をしていたというエピソードだ。彼らの熱意は凄まじく、その情熱がフェス全体を盛り上げているのだ。サマソニー大阪の舞台には、数々のアーティストが登場し、そのパフォーマンスで観客を魅了した。その中でも、ナンバーアンダーライン愛のステージは一際輝いていた。彼らのパフォーマンスは、まさにフェスの醍醐味を凝縮したものだった。特に 翔くんが太陽の塔を初めて見た時の反応が印象的だった。ステージからの距離で見るその姿は巨大であり、彼もまたその圧倒的な存在感に驚いたようだった。その瞬間、観客たちも彼と同じ驚きと感動を共有し、一体感を感じたのだ。フェスの終わりが近づくにつれ、観客たちはその余韻に浸りながら、次の機会を待ち望んでいる。翔くん、岸くん、神くん、 3人のパフォーマンスをもう一度見たいと願うファンも多く、その熱意は次のフェスへとつながっていくだろう。サマソニー大阪は、単なる音楽フェスではなく、観客たちにとって特別な体験であり、その思いでは一生消えることがないだろう。この夏、ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスは、多くの人々にとって特別なものとなった。フェスの熱気と彼らの音楽が一体となり、 その瞬間を共有することができた観客たちは、まさにその場にいたことを誇りに思っている。そして、その思い出を胸に、また来年もこの場所に戻ってくることを楽しみにしているのだ。サマソニー大阪は、音楽フェスの中でも特別な存在であり、その魅力は年々増していくだろう。今年のサマソニー大阪も、多くの人々にとって忘れられない体験となった。ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは、 その中心にあり、観客たちは彼らの音楽とともに過ごすひとときを楽しんだ。その思い出は一生の宝物となり、来年のフェスに向けての期待がますます高まっている。サマソニー大阪は、音楽ファンにとっての聖地であり、その魅力はこれからも続いていくだろう。今回のフェスでは、さまざまな瞬間が心に刻まれた。例えば、サマソニー大阪に参加したあるファンが、 フェスの熱気と興奮の中で見つけた友情の瞬間。それは、同じ音楽を愛する者同士が偶然出会い、共に盛り上がり、一緒にその瞬間を共有するというものだった。このような体験は、フェスならではのものであり、音楽の力が人々を結びつける瞬間を象徴している。サマソニー大阪では、音楽だけでなく、その場にいるすべての人々が一体となってフェスを楽しむことができる。このフェスでは、 観客たちが自らの熱意を持って参加し、その熱意がフェス全体を盛り上げるのだ。特に、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは、その熱意をさらに高めるものであり、観客たちは彼らの音楽に引き込まれ、一体感を感じながら楽しんだ。